私の戦女たちが手の届く少子校参る。この幸運を逃したら罰が当たらない。彼女たちもきっと待ってるはずさ。色男との出会いよな。どうぞ。綺麗なバラにはトゲがあるんだな。少し愛嬌ってものを見つけてほしい。愛嬌って完全行使だもんね。近くにいるはずだ。探してみよう。三蔵さん、初めて会ったあの日からあなたのことが忘れられなくて。誰だったかな。また今度ね。いや、本然バライとはですね。ああ見えてテレ屋さんらしい。顔を見れば気も変わるのではないかな。裏口に回ってみようか。それは大変。お願いして帰ってもらおうか。なんだ？ほら、新しい達連れてきたぜ。いや、かわいいお嬢さん。私と今晩、おしゃべりを楽しもう。真夜中に語らうのか。お、もしや階段か。面白そうなのじゃ。待ちなさい。騙されてはいけませんよ。つけこましなのです。しておるのか。役にいないもんかね。俺らの傷ついた魂を癒してくれる女性。癒しといえば、彼女とはゆっくり話したいと思っていたんだ。私は真の三国無双だね。
しい目にあっても、その清純な人が私たちを癒してくれないか。任せときな。私は何をすればよろしいのでしょうか。田口、そいつらと口聞いちゃダメよ。気迫なナンパ男は私がぶっ飛ばす。宇宙はそうおっしゃるなら、私もぶっ飛ばすことにいたします。癒されるどころか、ますますボロボロになってくぜ。だがカイという女性、あれもよく見れば相当な美人。うちの小僧に下心出そうた、いい度胸だ。当然俺にのされる覚悟もできてんだろうな。こんな展開普通になしだろ。顔色悪いが大丈夫か。気のせいじゃないかな。これはこれで楽しい展開だ。まあ俺らの強いとこは見せられたし、彼女らの印象も悪くないはず。次に期待だな。恐ろしく前向きなのか、諦めが悪いのか、私は次ではなく今を楽しみたいのだけれど、まあいい、今日はあなたと差しで飲もうか。それもなかなか楽しめそうだ。今夜は勝利の美酒に酔えそうだ。